さあ皆様ごきげんよう。今日もテゲテゲビューリーご覧いただきありがとうございます。本日はですね、ここは宮崎県の日南市に来ておりますが、何をしているかというとですね、聞き旅という言葉、私のね動画見てる方ご存知かもしれませんが、宮崎県でそう神話のね、神話に関連する神社を巡るというイベントがですね、数年前からありまして、今年もね、それが始まったんですが、今年はなんとですね、デジタルスタンプラリー、LINE と連携してね、その神社に行って、開くとスタンプが押せるというデジタルスタンプラリーというのをね、始まりました。それがね、昨日からだったかな。で、県内30カ所街頭がありまして、まあそのスタンプによってね、もらえる景品だとか変わったりするんですけども、とりあえず今日はね、日南に私用事がありまして来てるんですが、ここ日南のですね、牛尾岳神社というところに来ております。どっかね、あるかな？あった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 。これだ。これ牛尾岳って読むんですけども、ここは、海幸彦だったかな？すいません、間違ってたら、申し訳ないんですが、そうですね。が祀られている神社となっております。決して大きい派手な感じではないんですけども、なんか雰囲気がいいですね。すっごく歴史を感じる神社ですね。気づいた。狛犬が可愛い。可愛い。手と比べてこのぐらいのサイズです。こういう、なんかいいですね。こういう地元、昔からある神社っていうのは。好きですね、私ね。
さあ、ということで、今回の聞き旅イベント一社目はここ日南市の牛尾岳神社でした。じゃあまたお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。